向井和弘は NHK のアナウンサー。主に各種スポーツ中継やスポーツ関連ニュースなどを中心に担当している。愛知県春日市で育つ。北海道大学卒業。大学時代は北海道大学ボクシング部首相を務め、全日本アマチュアボクシング選手権大会に出場経験がある。2001年4月 NHK に入局。研修を経て、 金沢放送局に配属。美馬市ワイドのスポーツコーナーや紙芝居コーナーを担当。2002年夏にはラジオ特番のためスタッフ総勢6人のディレクター役として様々な段取りをつけて白山に登ったことも。2004年 NHK 大津放送局へ移動。2005年6月1日には NHK 大津放送局の番組、 大見発610の高島市を舞台とした生中継スペシャルにも出演。水戸放送局へ移動。茨城ワイワイスタジオのスポーツコーナー、茨城 J リーグアワーなどを担当。仙台放送局へ移動。2012年4月より、おはようお宮城の仕事を担当。2015年1月28日には、仙台エリア向けのラジオ番組、5時ガッチャ。 の中の、ダッチャの穴というコーナーで、人生温泉三昧と題して、自身の趣味の温泉巡りについて、リスナーに向けて語る、という仕事も担当した。東京アナウンス室へ移動。2015年4月より、NHK ニュースをはよう、日本の、スポーツコーナーを担当。また同番組のリオデジャネイロオリンピックハイライトも、担当。2017年4月より、スポーツイノベーションの、 メインキャスターを担当。再び、水戸放送局へ移動。イバで、イバスポ。キャスターを担当するほか、茨城県の各種ニュースのニュース読み、他にも、各種スポーツ中継を担当している。道都大学ボクシング部首相であった、竹原ピストルとは、当時から交流があったトリビア、大海発610の NHK 公式ページはこちら。トリビア、5時ガチャ。 の NHK 公式ページはこちら。ありがとうございます。